自民党総裁選、石破茂氏の勝因は、悪さ加減の選択問われる実行力、組閣の多様性が課題。読売新聞、2024年9月27日。9月27日投開票の自民党総裁選での石破茂元幹事長の勝因は、悪さ加減の選択。自民党中堅議員とも言われた選挙戦で、消去法的な支持が積み重なったことだった。総裁選序盤では、政治と金の問題で党勢が苦境に立たされる中、次の総選挙の顔として刷新感のある新総裁を求める声に勢いがあった。その点で、43歳の小泉進次郎元環境相や初の女性首相への期待が高まった。
高市早苗経済安全保障層に比べ、今回が5度目の総裁選への出馬となったベテランの石破氏には不利な面もあった。石破氏の支えは一般の世論調査でも自民党員に対する調査でも石破氏の人気が根強かったことだ。七に構え持論を理路整然と静かに語るスタイルは以前から世論では好意的に受け止められていた。自民党の国会議員の間で刷新感を強調すればするほど、それに反発するように政治と金の問題から目をそらさせようとしているだけだといった反応が自民党の現状に不満を抱く一般党員の間から漏れていたことも、結果として石破氏にまとわりつく既視感、飽きという弱点を現じた。右寄りすぎる小泉氏経験不足。9人が乱立した選挙の終盤で石破、高市、小泉の3氏が抜け出したことが明らかになってくると、刷新感では有利だったはずの高市、小泉両氏に対してはむしろマイナス面が強く意識されるようになった。高橋氏にはその保守民派の政治理念を右寄りすぎるとする受け止め方があった。首相になっても水国神社を参拝すると宣言するなど、高市氏の一連の民派色の強い言動に外交面で悪影響が出かねないとの指摘も相次いだ。クスタミヨ政権で改善した日韓関係が損なわれ、日米韓の連携にひびが入ると、ロシア、中国、北朝鮮の不穏な動きに有効な対処ができなくなるといった見方は、高市氏を熱心に支持する勢力の動きにはブレーキとなった。弁舌は爽やかでよどみないパフォーマンスが武器だった。小泉氏を支持する陣営の戦略は、刷新感で総裁選を勝ち、懸念材料の経験不足などが露呈する前に衆院解散総選挙を行い、勢いで自民党政権を維持することだった。しかし現行の規定となった総裁選史上最長となった15日間に及ぶ論戦で、政策理解の不十分さ、政策実現のための戦略の不透明さ、そして経験不足はさわさわと露見した。一貫して無派閥だったことをアピールし、党改革への決意を示しながら、政治と金の震源となった水和政策研究会旧長く続いた森岡郎現首相や杉井現首相を後ろ叩きにしたことは、自民党の古い体質が温存されるのではないかといった見方と結びつけて語られるようになった。党員投票がほぼ終わった選挙終盤に、麻生太郎副総裁や二階俊博元幹事長といった長老はもとより、政治と金の問題で自民党を離れた世耕余生前自民党参院幹事長にも、旧安倍派の参院議員への影響力を当てにして支援を求めて歩く姿が報じられた。これも小泉氏にとってはマイナスとなった。石破氏も選挙最終盤で、15年前の麻生政権で閣僚を務めながら首相退陣を迫って関係が悪化した麻生氏を突然直接支持を求めるなど、なりふり構わぬ動きを見せた。それでももともと刷新感ではなく安定感が売りだった分、マイナス作用は小泉氏に比べて小さかった。政策の難課題実現できるか、石破政権の政策課題には難しいテーマが目立つ。総裁選で唱えたアジア版 NATO 非課題西洋条約機構構想や日米地位協定の改定には非現実的だ、閣僚経験者といった批判があり、名政府関係者も懸念を隠さない。政党法の制定、選挙制度改革、夫婦別姓の法制化などは政権としての体力と時間がいる。石破氏は首相に選ばれた後、早期に衆院解散総選挙を行う考えを示している。総裁選での主張を実行に移すには、まずは総選挙での勝利が前提になる。総裁選での推薦人20人の中に女性議員が一人もいなかった石破氏が、組閣でどれだけ多様性を示すことができるのかも鍵になるだろう。9人が乱れ踊るお祭り騒ぎで、自民党はメディアジャックには成功したものの、有権者の信頼を回復できたわけではない。3つはけらしい。